私たちはリッタンファミリー、こんにちは。今日はたくさんリクエストをいただいていたベビーカーの紹介とお出かけの時の持ち物紹介をしたいと思います。よかったら最後までご覧ください。まずベビーカーはエアバギー、ここブレーキ EX フロムバースのアースブルーです。我が家は車を持たず、お出かけの時は地下鉄か電車か徒歩なので、軽さや折りたたみのしやすさよりも走行性を重視して選びました。エアバギーは重さがあるので安定感があり、たとえガタガタな道だとしても楽々押せちゃうのでお気に入りです。デザインもおしゃれでパパママのテンションも上がります。ちなみにリッタのひいおばあちゃんであるパパの祖母が出産祝いに買ってくれました。ありがとう。ママが大好きなお化けミッフィーの縫いバッジやボノボノの缶バッジ、パパが大好きなワンピースの缶バッジ、トトロの缶バッジをつけてオリジナリティも出してます。オリジナリティ。次はお出かけの時の荷物を紹介します。まずこちらはダイソーのシューズクリップで、履かない時のリッターの靴をつけています。こちらのベビーカーブランケットはニトリのものです。もう夏も近いのでこのくらいの薄さがちょうどいいです。続いてベビーカーの横にはエアバギーにもともとついているドリンクホルダーがあります。ここにはリッタンの水筒を入れています。ベビーカーの持ち手部分にはダイソーのフックをつけて、ちょっとお買い物したものをかけられるようにしています。トトロのバッグにはこのご時世欠かせない除菌ウェットシートと普通のウェットシート、ハンドタオルを入れています。こちらは楽天で購入した大容量のベビーカーバッグで、ドリンクホルダーもついているので、リッターのジュースと大人の飲み物を入れています。この紙パック入れはダイソーで買いました。めっちゃ便利です。雨の時のベビーカーの雨よけと折りたたみ傘を入れています。あとはエコバッグやリッターのお菓子、カメラなども入れちゃってます。リッターのお菓子ケースもダイソーです。こちらもチャックが開いて、ここには予備のウェットシートや予備のマスク、こちらも除菌シートなど予備のものを入れています。あとゴミ袋も入れています。こちらには iPhone もさっと入れられるのでめちゃめちゃ便利です。こちらはママのバッグです。基本的にはここにかけたままで、トイレに行くときやパパリッタンと離れて行動するときにさっと取れるようにかけています。キユというブランドで防水なのでお気に入りです。続いて下にも大きな収納がついています。こちらにはポルバンのヒップシート、そしてお食事セットのポーチ、おむつポーチ、清潔セットを入れたポーチ、万が一の時のお着替えセット、急にピクニックしたくなっても大丈夫なシート、急に外で服についている毛が気になっても大丈夫なコロコロミニサイズです。そしてこちらにはエアバギーの空気入れがついているので、外で急に空気入れたいなっていう時にも安心です。いつもパパが入れてくれています。続いて先ほどのポーチの中身を紹介していきます。まずお食事セットのポーチの中身はこちらです。リッターのスプーンとお食事エプロン、こちらは使い捨てできるお食事エプロンで、ゴミ袋を入れています。最近は外食先でお子様ランチなどを食べられるようになったので、離乳食を持参してゴミが出るとかスプーンを使うとかが減ってきたので、最近はお食事エプロンくらいしか使ってないんですけれども、一応スプーンとゴミ袋もまだ入れています。続いておむつポーチの中身がこちらです。おむつが3つぐらいと、お尻拭き、おむつ替えシート、こちらおむつ使用済みのおむつを入れる袋ですね。でおむつ替えシートは最近は全く使わないんですけれども、一応ちょっと汚いところとかで変えなきゃいけないことがあるかもしれないので一応入れています。
続いて清潔セットのポーチの中身です。正直このポーチはあまり使わないんですけれども、念のため綿棒とかコットン、洗浄面などを入れています。こちらゴミ袋ですね。最後にお着替えセットの中身を紹介します。こちらは友達にもらった授乳ケープなんですけれども、最近はもうほとんど使わないですね。念のために入れております。こちらがお着替えセットで、ちょっともうぐちゃぐちゃになってるんですけれども、この着替えをジップロックの中に入れておくことで、もし着替えが必要になった時に汚れた服をこのジップロックに入れ替えて持って帰ることができるので便利かなと思ってこのようにしております。外でお着替えすることは最近はもうほとんどないので、もうほとんど使っていないんですけれども、こんなのが入ってました。ただこれから外遊びが増えてきて、まあ、泥がついたりとか濡れちゃったりとかで汚れることが今後増えていくと思うので、まあ、T シャツだったりちょっと多めに着替えをまた用意するようになるかなと思っています。ママ心配性なので荷物多めでした。以上、リッタンのベビーカーとお出かけ時の持ち物紹介でした。Bye.